国道258号起点ポスト、岐阜県大垣市学多町交差点国道258号終点付近、三重県桑名市小貝須付近国道258号は、岐阜県大垣市から、三重県桑名市に至る一般国道である。三重県桑名市田土町ゆずい起点の岐阜県大垣市から、伊比川と並走するように南下し、海津市を経由し、終点である。 三重県桑名市に至る路線である。大垣市で名神高速道路と桑名市で東米阪自動車道を連絡する重要な路線で、全線が指定区間となっている。大垣市から養老町大牧までの区間及び、海津市内の一部区間、桑名市内のほぼ全区間は4車線、養老町大牧から海津市内にかけてはほぼ暫定に車線で整備されている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。橋梁道の駅クアナ市を南北に縦断する国道258号あたり道路の東側をイビ川が概ね平行して流れている。大垣市から養老町にかけては、農美平野を通る一方、海津市クアナ市の区間は養老山地の東側を通る。 岐阜県大垣市、三重県桑名市、岐阜県大垣市、岐阜県、養老群養老町、岐阜県海津市、三重県桑名市。ありがとうございます。